定の動くのってこれぐらい動くわけじゃない、うん、例えばちっちゃい音で言うとこう、指ほとんど指でリバウンドをこうコントロール、そのバスケットのちっちゃいやつみたいな感じで動いてる、こう手首使ったこうハイハットとか手首使ったと、今手首になるけどね、次ここ肘も使う、こう大きいアクセント、例えば一個なかなか使わないんやけど、だいぶ盛り上がった時とかはこう肩まで上げる、肘もこう上げる、まあ種類でこう無理やり分けるとあって、それをこうなんだろう、長くやってると馴染んでくるんだよねっていうのがあって、うん、ライブとかで叩いてると自分ではあんまり意識ないけどいろいろ動く。で、なんだろう、そういうのをちょっとこうやると、うん、で、なんて言ったんやな、こう、うん、なんでも型ってあるやん。で自分の一番スムーズに動く、こうやってこの辺つらないようなスムーズに動く道探すといい。ここは説明しにくい。自分でなんか水泳とかのフォームもあるやん。癖があると早く泳げないとかやけどっていうのが、まあ、姿勢とほとんど一緒で、うん、自分が一番やりやすいのを やるのがいい。で叩いてるとやっぱりこうなったりこうなったりして。体おかしくなってくるから、おかしいのに気がついたら、なんだろう、こういう一番基本のフォームに戻って何かが違うね、そのビートをやってる時にっていうのを、うん、なんだろう、まあ気がついたらこまめにチェックするといい。でずっとやってると背骨とか歪んできちゃうからあんま良くない。